ちは、うたです。本日は消防設備士のオツ7類の解説動画を始めていきたいと思います。このチャンネルで初めての7類の解説となりますので、どうでしょうか、皆さんに需要はありますかね。で、オツ7類を受ける人も、まだ受ける予定がない人もちょっと聞いてはいただきたいんですけれども、オツ7類の試験ってめっちゃ簡単です。単純な暗記問題で、実はオツ1から7類の中でも一番合格率の高い種別の消防設備士の資格となっております。で、こちらの表を見ていただきたいんですけれども、見てください、この合格率が 50% 超えてるんですね。で、これ2015年のデータなんですけれども、毎年この数値というのはそんなに変わりません。で、この他の消防設備士の受講者の推移を見ていても、実はオツ7類は3番目に受験者が多い資格なんですね。実務ではそんなに見かけるものではないんですけれども、多分電気工事士の資格の関係とかで取られてる方が多いんですかね。で、3番目の5000人、毎年5000人という人数がオツ7の試験を受けています。で、合格率は 50% 前後ということですね。まあ、これだけでも合格するような気もしてくるんですけれども、このオツ7の何が簡単かっていうと、本当丸暗記問題なんですね。特に数字があるんですけれども、その数字を丸暗記するだけで筆記試験は間違いなく突破することができます。あとは実技試験なんですけれども、そこは参考書とかを買って勉強していけば必ず受かることができます。皆さんの努力次第なんですけれども、オツ7だけは一発合格狙っていいと思います。一発合格のできる資格で、しかも国家資格なので、ぜひ資格を取ってですね、会社での昇給を狙ってみてください。で、この 57% という数字なんですけれども、本当はこれもっと数字は高いと私は思っています。というのもですね、やはり資格の勉強となると、なんだかんだ勉強しないでとか一夜漬けで試験に挑むような人が多いと思うんですよ。やはりそういう人は不合格になっていくんですね。そういった方って結構いると思うんですよ。そう考えると、ほぼ勉強していない人と一夜漬けでやってきた人、この2パターンの人もこの合格率の中の数字に入っていってしまうので、多分ですよ、勉強をしっかりすれば 70から80% の確率で合格することのできる資格だと私は思っています。なので、この動画を見ている皆さんは YouTube を使って勉強するぐらいだから、やる気のある方だと思います。今回はこの動画ではポイントを抑えて、試験で出る可能性のある問題と実際に出た過去問からの問題文を紹介しているので、全ての問題を暗記していってもらえると合格への道が開けると思います。では第1問入っていきたいと思います。第1問ですね、漏電火災警報器の一般構造について、規格省令に定められている事項で誤っているものは次のうちどれかという問題です。で、この7類の資格はですね、誤っているものは次のうちどれかという問題の形式がすごく多いです。で、1番、著しい雑音または障害電波を発しないこと。2番、端子は電線の容易かつ確実に接続のできること。3番、充電部は外部から人の触れる恐れのある場合は十分に保護されていなければならない。4番、定格電圧は 120V を超える変流器または受信機の保護ケースには設置端子を設けなければならないという、この4つの4択から選ぶこととなっております。で、これのポイントはですね、大体こういう問題が出た時は数字に目をかけてください。数字がポイントとなることが多いです。ということでですね、この1番から3番はこれ正解なんですよ。で、4番が間違っているんですけれども、この4番見ていただくと 120V ってありますよね。この数字がポイントとなっております。4番の正式な規定としては、定格電圧が 120V を超えるではなく 60V を超えるで正解となっておりますので、4番が不正解ですね。ちなみにこの問題は私が受験した時に出た問題です。多分3年前に確か受験したと思うんですけれども、その時に出た問題となっております。では第2問ですね、漏電火災警報器の装置または構造及び機能として次のうち規格省令上誤っているものはどれかという問題です。1番、表示灯の電球は使用される回路に電圧の 130% の交流電圧と20時間連続して加えた場合、断線、著しい高速変化、黒化または著しい電流の低下を生じないものであること。2番、電球を2以上並列に接続すること、ただし放電灯または発光ダイオードにあってはこの限りではない。3番、スイッチの接点の容量は最大使用電流に耐えるものであること。
4番表示灯の周囲の明るさが300ルクスの状態において明確に識別できることという問題となっております。でこれそれぞれの回答の問題が長いですよね。で長くてちょっと読む気がうせちゃうかもしれないんですけれども、もうポイントだけ押さえてこの問題を解けば全然問題ないです。でちょっとポイントを押さえたものに切り替えるんですけれども、赤くした字がありますよね。この赤くした字のところだけ見ていただければいいと思います。つまりですこの赤くした字を誤っている表記で問題を出してくるのがオツナの特徴となっております。なのでこの問題文を読むときはこの定格電流 130% とか20時間とか2以上の並列、まあ、並列の逆は直列がありますよね、とか最大使用電流とか300ルクス1メートル離れた、この数字とか並列直列とか種類のあるものですね、ここに目をつけて勉強していくと余計な時間を取られずにサクサクと勉強を進めることができます。でこれ何が間違っているかというと、この4番ですね、4番が間違っています。この300ルクスは合ってるんですけれども、1メーター離れた1ではありません。これは3メーター離れた1というのが正確な規定となっております。オツナナはですね、この規定に関する問題が非常に多いです。なのでこの規定はちょっと問題が長文なんですけれども、しっかり覚えておくようにしましょう。ちなみに私が受験をした時はこの2番ですね、2以上の直列に接続することということで誤っていました。なのでこの2番の2以上の直列と並列ですね、ここの列のところがテストに出る可能性もあるので、ここもしっかり意識しておきましょう。続いて第3問です。漏電火災警報器の音圧に関する文章の括弧に当てはまる数値として正しいのはどれか、これもしっかり覚えておいてください。もうこれ数字覚えるだけでいいんで押さえとくようにしましょう。でこれテストに出やすい問題なんでしっかり頭に入れておきましょう。漏電火災警報器の音響装置の使用電圧における音圧は、教室において音響装置の中心から何メーター離れた位置で測定した場合に何デシベル以上でなければならないでしょうという問題です。もうこれほんと簡単なんで、もうこれ数字だけしっかり覚えておいてください。で答えが1番ですね、1メーター離れた位置で70デシベル以上という規定となっております。で先ほどの問題で表示灯は300ルクスを3メーターという数でちょっと似てるようなところもあるんですけれども、音の場合は1メーターで70デシベルというふうに覚えておきましょう。ルクスの方は300ルクスで3メーターですね、33で覚えて、こっちの音は17で覚えておくようにしましょう。第4問です。漏電火災警報器音響装置の構造機能について誤っているものはどれというところで、1番音響装置は低角電圧の 90% の電圧で音響を発すること、2番10時間以上連続させて明動させた場合所定の機能を有しかつ構造に異常を生じないもの、3番充電部と非充電部の間に絶縁抵抗は直流 500V の絶縁抵抗計で測定した値が5メガオーム以上であること、4番警報音が断線するものであっては休止時間は2秒以下で休止時間以上であることという問題です。これもポイントがあります。これも3問目で紹介したものと同じなんですけれども、この長文全部読む必要はないです。で、こう押さえてほしいポイントはこの色を変えた赤いところなんですけど、やはりこの数字ですね、この 90% とか10時間とか 500V 5メガオーム2秒以下、ここが大体誤っているような問題で記載されることがあります。でこれの答えなんですけれども、2番が誤ってます。この10時間以上連続して明動させた場合ですね、これは実は8時間となっております。でこれしっかりこれは数字全部押さえておいてほしいんですけれども、私の時はこの1番の定格電圧の 90% っていう数字がですね 80% という表記で出てきました。それは誤りですよね。今回私の作った問題なんで2番の定格電圧の10時間以上連続してというところを変えたんですけれども、この数字が変わって問題に出てくるので、しっかりとこの数字を覚えておくようにしてください。まあ、覚え方は特にないので、皆さんなりにこう何回も問題を読んで覚えておくようにしましょう。で続いての問題に入っていきます。漏電火災警報器の高照作動電流値として次のうち規格省令に定められているのはどれということで、1番から4番ですね、 100mA 以上以下、 200mA 以上以下というこの4つの選択肢からとなっております。これももう条件付けて覚えた方がいいですね。この高照作動電流値というこのワードが出てきた時は、この数字という関連付けで覚えてしまえばもう簡単ですね。筆記試験でしかこの問題出ないので、数字と言葉を結びつけることによって筆記試験で必ず正解することができます。でこれの答えは 200mA 以下なんですけれども、高照作動電流値という言葉が出てきたら 200mm 以下という数字とセットで覚えておくようにしましょう。もうこの言葉とこの数字をセットで覚えるだけで1点取ることができるので、こんな簡単なことはないですよね。次の問題入っていきたいと思います。
漏電火災警報器の高所作動電流値の定義について次のうち規格省令上正しいものはどれという問題です。1番誤報により作動しないための最大電流値、2番設置する警戒電路の最大電流値、3番設置する警戒電路の定格電流値、4番作動させるために必要な漏洩電流値として製造者に表示された値を言うというこの4択となっております。でこれはですね、私が試験を受けた時にこの試験まんま出ました。でこれのポイントはですね、この問題が出てきた時にこの言葉とセットで覚えておくと正解に近づけるというポイントがあります。でなかなか大人の試験を受けると正しいものはどれというのはあんまり出ないんですよね。この中で誤っているものはどれというのが多い中で、こういった問題の形式で出てきた場合は言葉と問題文をセットで覚えておくとなんかいいと思います。理屈も覚えるのはとても重要なんですけれども、正直漏電火災警報器の試験で理屈まで覚える必要ないかなとは思っています。資格さえ取れればいいじゃないですか。ということでこれ答えは4番なんですけれども、この4番のこの問題文と製造者ですね、この製造者に表示された値という言葉が出てきたら正解、もうこういうふうに覚えておけば間違いないと思います。でなんでこの覚え方でいいかというと、オツ7って実は問題の量がすごく少ないんですよ。オツ4とかと調べるとすごく少なくて、出せる問題というのが限られているんですね。オツ4だといろんな種類の問題とか覚えることがあるので、その中から問題を選択するんですけれども、オツ7の場合はそもそも出せる問題のキャパシティがすごく少ないので、同じような問題が出てくることとなっております。なので合格率が高いんです。それでも本質まで理解しないと不安で試験に受けられないという方は参考書を何回も読んでみてください。はい、続いての問題に入っていきたいと思います。漏電火災警報器の感度調整装置の最大値として次のうち規格省令に定められているのはどれという問題です。この4択となっております。もうこれは暗記です。もうこれは暗記ですね。はい、いろんな数値が出てくるんですけれども、これは暗記で覚えるようにしておいてください。で、感度調整装置という数字ですね。この感度調整数値の最大値という言葉が出たら1という数字を覚えてください。なので答えは3番の1アンペアですね。この言葉が出てきたら、問題文でこの言葉が出てきて、この1番から4番までのアンペアの数字というのが出てきたら1アンペアと覚えておくようにしましょう。もうこれだけでいいです。次の問題入っていきたいと思います。規格省令上漏電火災警報器の受信機の音響装置に表示しなくてもいいものはどれという問題です。1番製造者名または商標、2番定格電圧、3番製造年、4番製造番号ということとなっております。でこれの覚え方のポイントはですね、表示しなくてもいいものはどれというふうに書いてありますよね。なのでこれ重要度を考えると覚えやすいと思います。例えばですよ、皆さんお酒飲みますかね。私はあんま飲まないんですけれども、お酒飲む時に製造者の商標ありますよね。で定格電圧だとこれアルコール度数で置き換えられますよね。アルコール度数書いてありますよね。で製造年も書いてありますよね。で製造番号書いてありますか。あんまり書いてないと思うんですよね。でそういうふうな考え方をすると、もう間違いを導き出すことができます。で大体製造番号で出されていますね。まあ、消防設備だと製造番号消火器とかは書いてあるんですけれども、こういった選択肢の場合はどれが一番優先順位低そうかなっていう考え方でいくと正解することができます。なのでお酒の例とかもそうですね、製造番号なんか書かなくていいじゃないですか。見ないじゃないですか。でもアルコール度数見ますよね。どの会社の飲み物、どの会社のビールか見ますよね。でそういうふうに考えてみてください。で迷ってしまったらそういうふうに考えてみてください。というわけでこれは4番ですね。製造番号は表示しなくてもいいということになっております。はい、ということで今回の解説はこの辺なんですけれども、オツ7は完全に暗記の問題です。で問題文ごと覚えてしまってもいいと思いますので、何回もこの動画を見るか、何回も参考書を見て試験に挑んでみてください。絶対に受かることができます。努力した分結果の出る国家資格というのはオツ7が一番だと思うので、皆さんもオツ7挑戦してみてください。本日はこの辺で、それでは。